手前に、日本本線を横切る平松神社は、鹿児島県鹿児島市吉野町にある神社。明治初期の廃物希釈により、廃寺となった、心岳デラートに造営された。境内に隣接する墓地には、島津敏久及び潤志者27名の墓石のほか、心だけ寺の歴代僧侶や関ヶ原の戦いに、島津義弘に属して活躍した、川上正兄の墓石がある。 また、心だけ寺の僧侶であった一万年王将が、建立した大崎観音があり、かつて、鹿児島、調査、重富、家ジキ、国部、福山の人々が一年ごとに順に地層をこって、供養をしていた。かつて、都市休の最後を忍び入れのため島津都久の命日である旧暦7月18日に、心だけ寺参りとして、多くの拝観者が心だけ寺へ訪れた。 心だけ寺参りは、平松神社にも引き継がれ、8月17日18日に、多くの参拝者でにぎわった。国鉄日報本線には、龍河水駅、重富駅間に参拝者向けの駅として心だけ、寺刈り城工場が存在していた。戦後、心だけ寺参りは、急速に減少し、心だけ寺刈り城工場も1967年をもって廃止された。 境内は心だけデラートとして、鹿児島市の史跡に指定されている10月12日指定。鹿児島県鹿児島市吉野町1691。ありがとうございます。